癒されのアンサインド。はい、こんばんは、始まりました。癒されのアンサインド、よいしょよいしょよいしょ。はい、ということで、今週はですね、イオラ社員のお二人に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、この番組はですね、カウンセラー MC である井上貴樹がですね、ミュージシャンの人生を深掘りしていくと、はい、まあ、そういう番組なんですけども、はい、まずそのね、番組入るその前にちょっと、まあ、コロナ対策について、ご説明をしたいと思います。はい、これですね、あのトレールというこのね、オゾンを、発生させる機械を使ってですね、このスタジオ内は殺菌をしてますし、まあ、換気もね、控室もそうでしたけどバッチリです。はい、バッチリです。そして、まあ、殺菌も検温もね、やってね、皆さんの健康を確かめた上でこの番組作り作ってますので、安心してご覧いただければと思います。はい、ということでね、まずはこのイオラ社員のね、ご紹介をちょっとね、はい、軽くどんなバンドかっていうところからちょっと語ってもらえるかしら。はい、わかりました。イオラ社員、吉祥寺を拠点に活動しております、うん、ジャンクボックスロックバンドを、名乗っています、うん、イオラ社員と言います。ボーカルの与坂光明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい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 、はい、と同じくイオラ社員の、吉祥寺で活動させていただいているベースの次元です。よろしくお願いします。次元くん、よいしょ。はい、ということなんですね。慣れてない感がありますね。いいよね、この慣れてない感がいいね。そうですね。そう、でもそうだよね、あのなんかさ、俺は割とやっぱ、うん、あの渋谷キルティを拠点に活動してるから、うんうんうん、まあ界隈的なところで会うのが多いけど、うんうん、はい、二人はあれだよね、ジョージだよね、基本的にね。そうですね。もともとでも、その今渋谷アギリティっていうライブハウスの話が出たんですけど、うん、イオラ社員もう7年ぐらい活動してて、うん、でその活動してるうちに、まあメンバーが結構変わってるんですけど、変わったね、うん、で、ギリティで実は対バン、あの対バンっていうか同じイベントに出演して、うん、でその時3年ぐらい会ってなかったんですけど、その後でそのメンバーが抜けるっていうことになった時にツイッターで誘ったらすぐ来たっていう、あ、そういう流れだったのか。突然連絡あったんですよ。本当に突然。めっちゃ、まあ、もう前振りなんもなく、前振りなんもなかったですね。急にもうやんないぐらい。そうですね、なんかスタジオ入んないみたいなぐらいのノリで、軽くなんか明日カラオケ行こうぜぐらいのノリで、ああ行こうぜ行こうぜみたいな、はい、割とそんな感じでした、ね、そんな感じで誘ってもなんだね、はい、あ、いやでもね、そうなの、実はね、イオラ社員は、うん、あのイヤサレね、僕の会社のイヤサレのイベントでライブイベント3回計やってるんですけど、うんうん、まあ、そのうち主催は2回で、その2回ともね出演してもらってるんですよね、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、そうなんです、なので、あの16年の時と19年の時とね、うんうん、両方に今出演してもらって、だからそこのね、音楽性がね結構、まあこれね、ちょっとあの話出るか分かんないけど、うんうん、あの僕にとっての最初のイオラ社員の印象は光あれだったんですよ、うんうんうん、光あれという曲がね、もう当時の本当にね、あのキラチューンというかね、うんうん、代表曲だよね。あの時もう20歳ぐらいですね、うん、俺は多分。あ、そうだよね、はい、でそこから、え、次元くんが入ったのはいつから？2年前か、あれ。いや、もう3年ぐらい経つよ。ちょうど3年目ぐらいですね、多分。3年目。アンサインの時にはもうだって入ってたじゃん。いましたね。そうそうそう。はい、だから、もうそれよりは、まあ、あれが2年前だから、うんうん、それよりちょっと前ぐらい。そうですね。そうなのかな？そうだよね。だから、そうそう。それでね、どんどん音楽性がね、変遷をね、これしてって、わけなんですよ、うんうん、今日はね、この辺の話もね、ちょっと深掘りをしていきたいんだよね。話したい、話したいよね。うん、最初はね、その孔明の、はい、やっぱなんていうのかな、その心の奥深いところにこう普段こうね、社会生活で出せないものをドブチョって出すっていう曲も結構多かったじゃない。そうですね、それがなんかやっぱり結構今回のね、あの聴いていただくあの3ヶ月連続リリースのやつは、うん、割とその辺じゃない別の部分で勝負してるところが、そうですね、まさにあるよね、はい、この辺の話なんかもね、ちょっと後々深掘りをしていきたいと思いますが、うん、はい、まずは1曲目ちょっとご紹介いただこうかな。ではまずは曲紹介の方お願いします。はい、3ヶ月配信連続リリース、去年の9月23日俺の誕生日なんですけど、にリリースをしました。愛くるしいです、聴いてください。どうぞ。
片手に街をふらふらふらと回って取り留めのない期待に何度も振り回されそうになった。投げ捨てた瓶を大事に拾い上げては繋ぎ合わせて間に合わせの落ち合いを何度も繰り返すだけの自分が嫌いだ。好きだとか単純な言葉で言い切れなくって嘆いても先へは進めない。正ありが本物か確かめる術はどこにもなくって迷うならそのまま。愛苦しい愛苦しい、それ以外知らない、言い換えられない。愛苦しい愛苦しい、きらめきを放つあなたは愛苦しい。文を手紙にまずはつらつらつらと並べて脈略のない記号へ必死に意味を見出そうとしてる。鏡は嫌い、自分の個性をひけらかされてるようで、ドアノブはない未来へ導く迷い猫探し回って疲れたな。いつからか毎日を恨むことに慣れ始めて、はしょっても配役は歩けない。正解か間違いか判決を待ってた遅刻覚悟で飛び出した。本音は止められない。愛苦しい愛苦しい、それ以上知りたい他にはいらない。愛苦しい愛苦しい、驚きを奪う聞いていただきました。愛苦しいでございました。いやこれね本当疾走感よね、うん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 、まずは本当に僕なんかはねさっき今ちょっと話してたんですけど、あの会社にね通勤チャリ通なんですよ僕、うんうん、あの板橋住んでて巣鴨までチャリンコで15分ぐらいなんですけど、そう、その時に聞くとね上がるアポイント取るぞみたいなもうね完全にあの食品分析の営業をねやる気全開になりますね。あのねもう今ねもう営業活動ほぼねあの動かないんだよ。ああそうですね、そうもうみんなズームだからむしろなんか来てくれるなみたいな感じだから、もう何あの巣鴨のマンションの一室から出ないっていう、ね、完結そこでしちゃうから、もうそこまでにテンション上げていかないといけなくて、もうそれにはぴったりすごいぴったり。電車でアンサートークってその前のフルアルバムとか一回流れてくると、ちょっとアルバム全体通して聞くかって、あもうついちゃうついちゃうって結局全部聞いちゃうっていう、なんだよね。そう去年あの一番聞いた、あの iTunes の、iPhone のそのプレイリストみたいなのがあって、それで去年一番聞いたアーティストとかを割り出せるんですけど、ダントツでイオラシャインが1位でした。なんだよね聞いてるね。いやいやでもそれさ、はい、それ俺も思うんだけど、なんかやっぱ俺はほら会社として通販やったりそのコンテンツをやったりしてるわけだけど、やっぱ自分の商品愛してないと人に出せない。出せないですね。でしょ、出せないでしょ。だからその曲もね、やっぱその曲調変わってったけど、やっぱそこにその
なんていうの、自信を持ってるっていうのとこの曲を愛してるっていうのと、うんうん、そこはやっぱり譲れないというか変わらないよね。変わらないよね。よね。え、これはさ、曲は基本的にはコメが一人で作ってるの、うん、ジェン君も一緒に。いや、コメ君が、ほぼ俺が作ってます、はい、うん、作って編曲とかもコメがね、だいたい俺がやって、うん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 、で、まあそれも今回変わったところではあるんですけど、うん、今まではほとんど俺がベースを考えて、うん、で渡して、あ、ちょっと違うことしてきてるなっていうぐらいの塩梅だったんですけど、うん、まあ、今回からはその時間もあんまりなかったっていうのもあるし、うん、人に任せた方がうまくいくことが多いなっていうのにも気づきがあったので、あの、うん、基本のそのベース、こういうフレーズでこういう音にすると音がぶつかって気持ち悪くならないっていうところだけ決めて、うん、あ、だいたい任せました今回。ああ、そうなんだね、はい、あ、曲作りの仕方もちょっと変わってきたんだね、はい、変わってきました。そこからそこからだ。そこから違うんですよね。はあ、いや、なんかやっぱそういう意味ではさ、俺、はい、本当にあのね、最近はやっぱりこういう情勢下だから、うん、もうほぼほぼ配信で見てるけれども、うんうんうん、やっぱりそのなんかね、今もってなんかかけ続けてるというか、うん、その変化をし続けながら走り続けてるバンドっていうイメージがすごいあるね、ヨーロシャインに関しては本当にね。そうか、じゃあちょっとまずね、このアーティスト の人生の転換点となったストーリーというのをですね、うんうん、あの、もう本当久しぶりにやってみようと思います。久しぶりなんです。そう、あの、もともとね、もうなんか、あの、普通の、最近は普通の音楽番組になってたんですけど、あの、もともとやっぱ僕はね、MC をあのプロフェッショナルとしてるわけではないので、あの、普通のね、プロの MC さんと比べたらね、やっぱり当然そこで勝負はできないので、やっぱカウンセラーというところでこの番組のね、うん、やっぱ差別化なわけなんですよ。はい、メインコンテンツ。もうメインコンテンツ、カウンセリングなわけなんですよ。で、なので、あの、ちょっと先ほどちょっとね、お話2人にもしましたけど、やっぱり人生をこう歩んでいくという中で、うん、まあ、ある意味夢と言っていいのか分かんないけど、うん、あの、その好きなものっていうのを、うん、まあ、選択肢としてね、やっていくってすごい選択だと思うんですよ、うん、決断。まあね、本当に断固たる決意ですよね、うん、安西先生が言うような断固たる決意だと思うんですよね、うん、僕はほらやっぱカウンセリングとね、今あの社長営業としてやってますけど、まあもう当然自分のね、あの商売は好きだけど、うん、やっぱ学生時代は僕はボクシングをやってたわけなんですよ、うん、あのちょうどそうだね、君らぐらいのもうちょっと下か、うん、あの21の時に、うん、あの山梨県代表で国体に出てるわけなんですけど、そうなんですよ、もうね、あの20キロ痩せてた今より、いや、もうね、ほらおっぱいばっか大きくなっちゃってあの腕立てばっかしてるから、そう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 、胸筋ついちゃってね、はい、そうなんですけど、もうね、あのそこでやっぱり僕の場合はね、それを選択はしなかったんだよね、うん、いや本当にやっぱ上の人たちのレベルが違いすぎたっていうのもあったんだけど、まあ結果的にね、あの僕のファイティングスタイルが、本当に一歩みたいなスタイルで、もう殴られても殴り返すみたいな、うんうんうん、ファイタースタイルだったから、多分あれやってたのに真面目でパンチドランカーになってたと思うんで、あの結果的には良かったんだけど、やっぱりその選択をどっちかって言ったら、もう若い時でもやっぱ現実的にお金を稼げる塾講師になろうって言って、まあ、なっちゃったわけなのよ。だそこをやっぱ音楽をやってくっていうその決断、そこの部分をちょっとね深掘りしていきたいと思って、うん、なぜアーティストを選んだのか、その転換点となったストーリーを、じゃあ孔明の方からまずは聞いていこうかな。だからそう考えたら結構考えるんですよ、うん、その自分で言うのはあれですけど、うん、そんなに容量が悪い方じゃないので、俺って、うん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 、覚えてて自分で思うんですけど、うん、まあ頑張れば社会人として働いて、ね、うん、できたのかなとは思うんですけど、うん、なんかその一方でその自分がこう生活してる、うん、まあこれ最近の気づきなんですけど、うん、生活してる中で何か一つこう人間的にとても欠けてる部分があると自分で思うところがあるんです、生活の魅力的に。そういうところをどうしても埋めたくて、うん、今やってるところも強いのかなと思ったんですけど、なるほど、はい、まあ、転換期としてやっぱり感じるのは、うん、ずっと何でしょうね、2番目にしかなれなかったっていうのがすごい自分の中に強く心にあって、あ、頑張っても2番目、うん、1番にはなれない、賞はもうほとんど取れないみたいな、うん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 、それが悔しかったんですね、ずっと。で、
おかつ目立ちたがり屋なところが、引っ込み思案で恥ずかしがり屋なんだけど本当は目立ちたいっていう子どもの頃の多分性格があって、あるよね、わかる、はい、うん、それを、全面的に押し出してもいいのかなって思えたのが高校生の時だったんです、うん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 、ちょうど中学生ぐらいの時にギターを始め出して、おで高校に軽音楽同好会っていう、もう本当にアニメで軽音ってありましたけど、うんうん、ほぼギターなんか弾かずみんなでお茶してるみたいな、うん、はいはいはい、ところで俺端っこでずっとギター弾いてるみたいな、へー、はい、生活があって、はい、その時に、まあ、高校3年で専門学校に入る場合は英語入試って、何でしょう、筆記とかもせずに秋ぐらいに入学が決まるんですよ。あ、そうなんだね、はい、なので、まあ、その間もう俺は勉強も実際しなくていいから、うん、その卒業だけできればいいんですけど、うん、吹奏楽部の顧問に、うん、あ、おい孔明、まあ、うん、孔明っては言われてなかったんですけど、うん、おいよっちゃん、うん、お前暇だろ、吹奏楽入れよっつって無理やり引っ張られて、うん、でそこから3年の秋ぐらいから卒業まで吹奏楽マジで、うん、そんなことってあんだね。そうなんですよ、まあ、ずっと誘われてたんですけど。あ、そうなんだ、そうなんだ、はい、英語部の部長もやってて、英語学同好会の会長もやってたので、結構やってんな。そうなんです、さすがに無理ですっていう話になって、うん、でまあ結局入ったんですけど、うんうん、その時のその顧問の何でしょうね、歯に着ぬ着せぬ言い方なんですけど、うん、正論っていうか、なんだろうな、間違ってることは言わない、うん、正しい、ちゃんとこの人のためになるっていう時だけしっかりめちゃくちゃ怒るっていうところにすごい影響を受けて、いい先生じゃない、はい、自分の今の、まあ、割と口が荒いと自分でも思うんですけど、うんうんうん、なんかそういうあんまり気にせず言う性格はそこから来てるのかなと思います。ああ、もうじゃあ結構人生に多大な影響を及ぼした方だね。そうですね、これかなり受けてると思います。多大どころかもう決めちゃった感じだね。そうですね。あ、そう、もともとは中学生ぐらいの時からゲーム音楽の作曲家になりたかったんですけど、あ、そこからなんだ、はい、そうですね、へえ、お、そこで、まあ、まあ一応やっぱ音楽っていうところは、まあ、ありながらも、はい、でもやっぱその、まあ、ゲーム音楽の作曲家だと完全にほら、まあ、なんていうの、裏方さん的な感じじゃない、うん、まあ、会社員ですもんね、ほぼ。そうだね、うん、ほぼ会社員だもんね、うん、やっぱそこじゃなく、やっぱその引っ込み思案とその表に出る側の方を、はい、まあ、ピックアップしてくれたのがその先生だったのかもしれない。そうですね、あと、まあ、もともと専門学校にギターで入ったんですけど、歌う気一切なくても、うんうん、全く歌うつもりなかったんですけど、うん、その高校の文化祭2年生の時に、うん、まあ、全然音楽なんか普段聴かない AAA とか、はいはいはい、まあ、当時流行ってたカラとかを聴くような、うん、まあ、イケイケの先輩がいたんですけど、まあ、こう3年かな、その先輩は。その先輩とかに、よさかは声がいいよねって言われて、ね、うん、で3人ぐらいに、まあ、数年にわたって言われたんですけど、うん、その人にやっぱ言われ2人以上に言われたら俺必ずやるって決めてるので、ははは、その時に、あ、うん、俺も歌った方がいいんだ、前に出た方がいいんだなって思います。あ、そこは客観的に数なの。あ、そうです、2人以上っていう、うん、2人以上っていうのはもう決めてんだ。そうです、まあ、1人だと、なんでしょう、その人の好き好みかもしれないけど、うん、2人だったら、もうなんか、なんだろうな、うん、意見というか、うん、その大衆の意見に近いものになるじゃないですか。偶然じゃなくなるというか。あ、そうだね、偶然じゃなくなるっていい表現だね。そうです、そうだね、うんうんうん、それで金髪にもしました、2人以上に言われたので。あ、それ そこもあったの。そうです、知らんかった。そうなんです。あ、それでいきなりなぜ金髪になったのかって、そういうことか。そういうことです。あ、2人以上に言われた。あ、じゃあそれで、はい、やっぱりその2人以上の意見があって、まあ、その表に出て声も出してやってこうみたいなところを、まあ、決めてったわけなんだね、はい、なるほど。これあれだね、今までね、結構知り合って長いけど初めて聞いたね。まあ、あんま言わないですから ね、 そうだよね。こういうこと言わないもんね。本当は全然聞くことあるな、喋、うん、りたくいいんですけどね。まあまあまあね。まあね、でも大体そうだよな、ね、うちらが会ってる時はコロナ前のライブハウスだったね、うん、大体まあ酒飲んで踊って終わりだもんな。あ、なるほどなるほど、はい、おー、じゃあちょっとですね、これはもう次元くんにも聞いてみようか、うん、次元くんの場合はどうだったのかな、これ。
転換期というか、うん、結論から言っちゃうと、うん、ちょっとそんな深い話はないんですけれども、やめろやめろ、なめろなかった。それで今までの音楽やってきて活動って、うん、基本的にちょっと、うん、自分から自分受け身なので人から誘われてやるってことが多かったんです、うん、はいはいはい、てかまあほとんどそれ で、うん、でその代わりに必ず、まあ、その誘ってくれた人、うん、でその誘ってくれた人のファンのために活動しようと思って今までずっとやってきてて、あのまあ受け身かもしれないですけど、やっぱりその生き方が自分に一番合ってるなと思って、うん、いやでもなんとなくわかるな、はい、なんかね逆に次元君の場合は誘われそうすごく、あのそれは褒め言葉ですね。いや褒め言葉あのね、要はね中和しそういろんなものを、うん、あのやっぱアーティストって画が強いからさ、うん、その画は大事なんだけど、うん、例えばバンドというチームを組んだ時に全員画があると画解するじゃん、うんうん、でもね次元君はね中和してくれそう、うん、だからそれはね超長所だと思う。いやそれだったらホモですねいや絶対そう絶対そう。だってしかもさ、その多分そのね、なんだろうな、結構心理的な障壁、うん、そのビリーフって、俺が資格を持ってる全部 NLP っていう神経言語プログラムっていうそのカウンセリングの資格があって、うん、そのビリーフってまあ信念って訳すんだけど、うん、まあある意味固定観念みたいなものがあって、だ例えば結構人生的に苦しんでると人間を信じられないとかっていうビリーフを持っちゃう人が結構多くて、でアーティストの人割と多いんだよね俺が見た感じで、だそういうその人間を信じれないっていう人たちだと割とね人の誘うね断っちゃう人多い、ね、うん、あそうなんですね。そうでもね次元君にはそれがないあそれがないな。もうだってあれだもんね、イワラシャイもそうだもんね、カラオケ行こうぜ的な感じで ねスタジオ入ろうぜ的な感じで、はい、もう「おいいよ」っつってもう引いたら気が付いたらもう1年2年誰だっけって思い出すところからですからね、まあ、結構顔広いな次元君。いや全然広くない。あそうなの、でもなんかこの人だったっけなぐらいな、うん、なんか確かに登録してるから会ったことあるあラーメン食った人だぞみたいなみたいな、あそこラーメンで紐づいた、紐づいた、ね、ラーメンの人だと思ってました2人でラーメン食ったのが共通の思い出だったんだね。それまでですね。ああなるほどなるほど。逆にその一緒にラーメン食った時の他のメンバーのことは俺全然覚えてないなぜか彼のことだけ覚えてたんですよあマジで、あじゃあ2人で食ったわけじゃないんだ。あ4人ぐらいいて、でうちの前の番、あうちの前のメンバー1人と、うん、で彼が前やってたバンドのメンバーと4人で食べてたんですけど、うん、俺は彼のことしか覚えてなかった、うんうん、あでもなんかあれだね、なんかそういう意味ではちょっとご縁があったのかな、そういうことかもしれないです、ねえ、はい、だって次元君も結局コウメのこと思い出したんでしょ。そうですね、ラーメンの人ラーメンの人でもラーメンの、逆に言うとラーメンの人で OK しちゃうんだもん次元君の場合。そうですね、まあ、知ってるし、まあ、とりあえず行ってみよう割と迷わないタイプ。そんなに迷いはしないですね。ああそうだね、ああ結構じゃあさ、今回のそのユーラ社員のその2人のタイプは割と性格違う、真逆じゃないですか、うん、ね、うん、だからでも合うみたいな、うんうん、いやこれね、そのまあ俺はねよくまあカウンセリングでよく相談を受けるのは、まあ、男女の話が多いんだけどさ、うんうん、まあ、付き合うとか結婚するとかっていうのはどっちかなんだよ、すっげえ似てるか、うんうんうん、めっちゃ反対か、はい、このパターンはうまくいく、うまくいくんだよね。そうだってよ出れんなよいや本当でもね、いいあれだね、組み合わせがそのなんていうのかな、もうラーメン食ったことによってできちゃったね、あのラーメンでかかった、あのラーメンで、いやだって最終的に俺らファンはさ、そのラーメンのおかげでその後の曲を享受してるわけだからそう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 、ラーメン屋に関してはそうそうそう、もうだって愛くるしいでテンション上げてくるもんね、はい、あのそのラーメンのおかげだそうそうそう、ありがたいありがたい、もう俺もラーメン大好きだ、食いに行こうかな渋谷のラーメン、渋谷のラーメン、いやちょっとやっぱ渋谷だな。いやでもね、そう俺もね、そう渋谷もそうね、縁もあるけど、実はね吉祥寺ふるさとなんですよ。あそうなんですか。そう俺ね、あのまあ三鷹に住んでたんだけど、うんうんうん、上寄りにもうの三鷹だったから、
もう当時はほらあのチーマーでシャークっていうチーム喧嘩チームがすっごい有名で、うん、まあ、あのジョージと渋谷がねあの対決してるって漫画みたいな、1990年代初頭漫画みたいな世界だったんだけど、ろくでなしブルースっていうね漫画がありまして、あの作者がねあの実は僕の高校が校舎モデルなので、あの作者が取材に来てってね T シャツにサインで書いてもらった、タイソン書いてもらったことある、ね、そうそう、ああいうそういう時代だったらもうねジョージは馴染みが深いんでね、結構吉祥寺もなんでしょうね、あの町としてかなり変化してる、変化してる、俺が行った時とは全然違うもん、うん、まあおしゃれの町みたいなイメージですけど、うん、前は多分そんなことないんですもんね、そうだね、うん、いやほんとね、ちょっとジョージの話もしたいんだけど、もう時間も来ちゃったから2曲目とりあえず紹介をしてもらおうかね、まずはね、じゃあ2曲目の紹介お願いします。はい、3ヶ月連続リリース、10月23日、配信しましたゴーストバイトです。聴いてください。まずいお誘いでも周りの目を気にして断れない、軽くうるさい好意見も風当たりが強く言い返せない、抜けるか枯れていた知らず知らず息絶えていた、足を捨てられていた影に追いかけられていた、いやいや何か苦しくて何か辛いか分からないのが怖いんだろう。ゴーストバイ、ゴーストバイ、ゴーストバイ、ゴーストバイ。自分の居場所を守るため、言葉を刃にして突き立てる、そんな仲間を横目に見て人ごとの僕で手をやけどする、取り入れる杭を解く感じ、意識する前に殴り沈める、君が同じことをした時全然大変になって笑ってる、視界は霞んでいた知らぬ知らぬが咲いてきた、服を閉じ込めていた嘘のつき方を変えてきた、何か正しいか分からないのが悪いんだろう。ゴーストバイ、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 ゴーストバイ。心の拠り所が見つかないまま、頼れるあなたが現れるのを待ってる、近づいてきたから世界が変わりました、続ける勝手を見つけました、ゴーストバイ、ゴーストバイ、ゴーストバイ。はい、聞いていただきましたゴーストバイトでした。これね、裏番組というかその奇数週に放送しているとことん聞こうかというカウンセラー番組の方でも一回ね
あの紹介をさせていただきまして、はい、ありがとうございます。本当ね、聞いていただいた通りなんですよ。歌詞がね、やっぱりなんかね、こう、まあ、心内面をね、結構ね、うん、歌い込んでるよね、うん、だからその愛くるしいとまたちょっと本当、まあ古い言い方だけど B 面的な感じで、うんうんうん、割とね、9月の愛くるしい、10月のゴーストバイトで色が違ったよね、うん、まあハロウィン好きってのもあったのかな。あ、そうです、うんうん、それもまあわざとやってたところはあるんですけど、うんうんうん、あれ作ってた時はごめん、どんな感じだったの。あれいや、できたのが、4月か5月ぐらいで、いつも自分って歌詞書くのにめちゃくちゃ時間かかるんですけど、うんうん、15分ぐらいでもうバーって書いた曲で、うんうん、まさに、コロナ禍に見舞われている2020年の、うん、上半期のみんなが感じてるであろう、閉塞感とか重圧とか、あともう何が悪いか分かんないんだけど嫌な気持ちがするとか、うん、それをもう全部歌った曲なんですよ、はいはい、いや本当にその通りだよね、はい、あれはだからね、そのまさに俺がその何、うん、カウンセリングとか、あとはそのボランティアで今 LINE のね相談員ティーンエージャー限定でやってんだけども、あの子たちの気持ちにぴったり、うん、そう、あのね、この国だけなのかわかんないけど、なんかね、誰が悪いかわかんないんだよね。そうなんですよ。そう、あのね、これね、ちょっとその日本という国の特性でね、責任の所在がわからない、敵がいないんだけどなんか苦しいみたいな感じ。俺はその大学で国文学科っていう学科で、その日本文学を専攻してて、はい、遠藤周作っていうね人で、あのサイレンスって2016年に映画になった沈黙っていう作品を卒論で書いたんだけど、はい、その時あの、まあ、要はねポルトガルから1500年代にね禁教令が出て、キリスト教禁止の時に、はい、あの自分の師匠の宣教師が行方不明になったから、はい、それを救い出そうって言ってきたら自分も転んじゃうっていう話なんだけど、うんうん、その師匠がね、その自分がすごい抵抗して捕まった時に師匠が説得に来るわけよ、はい、お前も転べと、うん、俺が信じた師匠なのになんてこと言うんだみたいな感じで思ってたんだけど、その師匠が日本という国はマジで沼のような国だから、うん、いやマジでとか使ってないけど沼のような国だから一生懸命やってもマジ無駄だからっていう話をしてた通り、その日本ってね、本当になんていうのかな、やむやなんのよね、いろんなものが。でもだからほら、アメリカとかだとさ、警察署が悪いっつって今ほらね、黒人がまた撃ち殺されちゃったから、うん、もうすっごい暴動起きてたりするじゃん。でも日本ってあれ絶対起きないじゃん。そうなんですよね、まあ新宿あたりをよく歩くんですけど、デモ隊がやってること自体は別にいいと思うんですけど、どこに向けてるかわからんと思いながらいつも見てるので、そのデモ隊に対、デモ隊が向けたい場所がわからないっていうのがあるので、まあこただ言わずにはやられないから、ああいうのが起きるんだろうなとは思ってるんですけど、いやそうなの、だからさ、だいたい海外でデモが起きると、膨れ上がるっていう特徴があるね、共感がそこにあるから、はい、敵が政府だったりとか、警察署で、で敵に向かってみんなが戦うぞみたいな、ところがあるからどんどん膨れ上がって、はい、なんか一部暴徒化するみたいなパターンになるじゃん、だけど日本の場合は理路整然と、なんか変わった人たちが変わったことを言ってるみたいな、そうですね、感じで、他の人たちはなんか眺めてるだけで終わっちゃうみたいな、ところがあるから、もうそのまんま、こっからここまでですって警察に届けたのを、最初から最後まで行ったところで何も変わらずに終わるっていう、でそれのそのやっぱりなんでかっていうところに敵の不在っていうのが、この国特有のね、ものがあって、でそこでそのやっぱり若者たちもそうだし、そのコロナ禍に見舞われた人たちもさ、結局例えば、ね、会社クビになったとか、結構俺会社でその経済的に困窮した人たちに寄付をとかをして、はい、家賃肩代わりしたりとかもしてるんだけど、まあ、本当に限られた人だけどね、まあ、そんな金持ってないから、なんだけど結局そういう人たちが本来コロナがなければ結構ウハウハだったのよ、もう毎月もうそれこそ50万70万もらってた人が急に収入ゼロになるわけですよ、でもじゃあ誰に向かってこの怒りを発せればいいのかって言ったら、まあ、コロナが悪いとは言えるよ、はい、言えるけど、コロナウイルスと戦うことって、まあね、殴ったりとかできないじゃない、でコロナウイルスが悪い、コロナ目って言ったところで自分の生活は変わらない、だからそのアメリカとかと違って、その警察を倒せば黒人の命が大事にされるとかっていう、その敵の向こう側にあるゴールもないし、ないです、でそういうところが結構ね、ゴーストバイトはね、割とやっぱり核をついてるなっていう感じが、2番の歌詞を聴いてほしいです。あ、2番が一番
なんだろうな、今になってると思います。そうだね、はい、これぜひですね、あの Spotify もあるし、うん、これはサブスクは結構全部やってるのかな、ほぼなんか日本国内も海外も実はいろいろ聞けるんですけど、うんうんうん、結構何でも聞きます。 LINE ミュージックも Apple ミュージックも Spotify も YouTube ミュージックとかにもありますし、 Amazon ミュージックも、 Amazon ミュージックもやってます。まあ、はいはい、まあ、割と調べればすぐ出てくるので、ぜひぜひぜひちょっとね、これあのね、はい、やっぱね、あのディグルっていうね、あの Spotify のプレイリストを運営されてる会社さんの、うん、社長さんが友達で、はい、その方がねおっしゃってたのが、西洋っていうのはその音楽を展開していく、うん、でも日本は歌詞を展開していく、はい、だからそこの流れの違いがあるから、逆にその西洋のその有名なプレイリストにこの曲入れてくださいってお願いしても絶対弾かれるっていうのはあるんだけど、逆に日本の強みって歌詞を展開することだから、そのコンテンツ伸ばしていけばいいのかなと思ってて、そういう意味ではゴーストライトのその2番目をね、みんなにその共感をしてもらって、ガンガンにまたね聞き惚れてね、バイタルのバイラルチャートとかにもね、もう登場してもらえればいいなと思ってますね。はい、じゃあちょっとね、もう本当にね、おやべえ、あと5分で次のコーナー曲になっちゃうんだけど、はい、その前にちょっとね、うん、じゃあそれぞれお二人に簡単にちょっとユーロシャインというバンドのね、はい、一押しの曲とその理由をさっとちょっとじゃあ今度は次元君から言ってみようか。あ、逆に俺、今度は俺から言った方がいいかなと思います。じゃあ五年間から、はい、俺の場合は、うん、そのまあ被っててっていうか、もう流れた曲で申し訳ないんですけど、うん、愛くるしいが今のイオラシャインっていうものにすごい合ってるなと思ってて、おうおうおう、まあ井上さんもさっきおっしゃっていただいたみたいに、うん、イオラシャインがその7年ぐらいやってる歴史の中で結構音楽性が変わってってるんですね。変わってたね、はい、最初はその光あれっていう曲は、まあ、光がテーマのバンドを組みたくて、うん、哀愁とかそういうものとかをテーマにしてて、うん、まあ、初期衝動的な結構音楽性を重視してたんですけど、うん、そこから行って一歩進んで希望論っていうアルバム、うん、ミニアルバムを作った時は、うん、自分の中にある羨望とか、うん、誰かに対する羨望、まあ、あと自己愛とか、そういう何か、まあ、羨ましいとか妬みが割と強いアルバムだったんですね、はいはい、その後、Yours っていうミニアルバムになった時は、ね、うん、人のために今度は歌いたいっていうので、あなたのものっていうタイトルになってるんですけど、そういうことだったのね。そうなんですよ。なるほど、はい、で最後アンサートークになってからその、うん、まあ、人のために歌うのはもちろんなんですけど、うん、どっちかっていうと俺が前に出るからみんなこれについてきてくれないかっていうようなテーマで作ったのがアンサートークっていうふうで、長くなって申し訳ないんですけど、その愛くるしい、はい、今回の、配信シングルは、うん、まあ、聞いていただく分には幻想的な夢みたいな世界に連れてってあげたいなっていうのがあって、はいはいはい、それでその3枚分のシングルを全部童謡をテーマにしてるんですけど、愛くるしいが、アリス、うん、でゴーストバイトが白雪姫、うん、で次の変身っていう曲が美女と野獣 で、はい、でその中の愛くるしいっていう曲は特に、うん、愛してるじゃないんですよ、愛くるしいなんですよ。あ、確かに、そこが全然、うん、なんだろうな、ただ愛してる、うん、I love you とは全然違うものになる、本当に何かするわけじゃないんですけど、そ、ね、愛、そこにある愛に対して、うん、その愛を持ってるものに対してこうするっていう感情じゃないのを、うん、なんとか表現できないかなと思って、それで愛くるしいっていう、まあ、タイトルになって、なので今までのアルバムとか曲にはない、うん、結構ラブに向けて歌ってる曲が多い、珍しいよね。そうですね、本当イオラシャインのナンバーとしてはね、うん、そうそう、 MV もぜひ見ていただきたいんですけど、うん、もう今までの本当カラーと全然違うんで、うん、そのやっぱね、なんかね、ドラマとかそういうのを見てるとやっぱ人生っていうものに対してのっていう感じがしたんだけど、うん、もうこういう完全にね、やっぱ恋愛そっち方面、そうね、そう、作りの MV にもなってる。一つのテーマに対してこうどんどん展開してるようなイメージですね、今回は。なるほど、うん、じゃあ次元君も、はい、一押しの話聞かせてもらっていい？はい、今一瞬名前が出たんですけれども、うん、変身っていう曲ですね、うんうんうん、3ヶ月連続リリースの最後に出た一曲なんですけれども、うん、これも今のイオラシャインに合ってると思ってて、うん、変身に出てくるそのキャラクターたちの話でもあるんですけれども、うん、イオラシャインの変身でもあるかなと思って、今までやったことないようなジャンルの曲を何個もやってる、うん、結構やっぱ
癖が強い曲なので、うん、はい、そういう意味でかなり押してます。そうだったんだ。熱くなれるよね、はい、いやそう、本当ね、これからやるぞっていう時にね、あれ聞くとね、グワも盛り上がってくるからね。はい、ということで今出ました、曲名出ましちゃったけども、改めて最後の曲紹介お願いします。はい、では11月23日に配信されたタイトル変身です。聞いてください。いやこれね、確かにもう、人知れず落ちる自己尊厳、導き出す過去改変力、最低最低最ハイサイド災害救済版、嘘だけが上手くなり続ける、悪評がぐるり回り続ける、これからの将来を思い浮かべたら泡に溶けてしまいたい、並べ腐るのは孤独地だ、たとえヒーローに変わったって、怪獣になり下がったって、カニバが変わるわけじゃないだろう、どんな困難に陥ったって、悪が何かわからなかったって、叫べ信念の曲がった何時よ、中成長校定例開催して、国のはいつも時間ばかりだけで、に強い分だけ書いてた、婚姻財根性論金刑解放策再開、無駄なことを続け残るのは色さえ見えない穴場、僕は聞き流せ、アホは起きてもママが同じで、核はいつも引きになって、最適はいつになったら来んだよ、本気出しても俺は勝て飽きて、スポットすらも俺を透けるけど、ただ負けんな信じてたいだろう、回収体制変身かけ選手は最終回収体制変身かけ選手は例えヒーローに変わったって、怪獣になり下がったって、お前が何を懐かだけだろう、どんな困難に陥ったって、悪が何かわからなくたって、先に信念を曲げんなよ、ただ負けんな信じたいだろ、たとえ変身が解けたとしても、変身でした。これね、今ちょっとお話を聞きました、ジャケンの方もコメがデザインしたということで、はい、結構ねこのジャケンもSpotify とかでね、うん、全部見れますんで、うん、はい、うん、ぜひぜひちょっと見ていただきたいなということでですね、もう5分になってしまいましたら、それ早いでしょ、早いんだよ、一瞬ですね、一瞬でしょ、はい、そうなのね、もうこれね、もうもっと
とねいろいろな話聞きたかったけれども、はい、これねやっぱちょっと最後のあと5分ということなんで宣伝をね、はい、最後はちょっと聞きたいな。なんか今後のユーラ社員のちょっとライブとかあのね作成とかをちょっといろいろ聞かせてくれるかな。じゃあはい、はい、まあ手短にとりあえず、うん、夏頃に、うん、セカンドフルアルバムをリリースする予定です、うん、ちょっとまだ詳細とかが詳しく決まってないんですけども、うん、まあ、こちらをお楽しみにということで、うん、でそれに、伴うイオラ社員初のワンマンを12月に予定しておりますので。おーやったまあそれに向けて今年1年は頑張っていこうかなと思ってる次第です、はい、でまあ直近で言うと5月に、うん、2日に吉祥寺でそれこそプラネット K さんっていうひいきにさせてもらってるライブハウスがあるんですけども、うん、そこで、ライブをしますのでぜひイオラ社員のツイッターを見ていただければと思いますので、うん、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、さあ、いやねこれ本当お願い、あの12月4日だけは避けてくれ俺あの元生徒の結婚式で静岡行かなきゃ。あ、そうだそこだけ避けてほしいな俺が行きたいから、はい、あ次元君なんかあるかな。そうですね、これからも頑張っていきますいや意気込みそこに入れてくれる。これねそうあのねちょっとね、あの、はい、あのほら俺はほらね音楽ビジネスをこれからやろうとしてる人間で、うん、やっぱいろいろね吸収するからいろんな音楽ニュースのその記事を見るんだけども、はい、やっぱねあのアジカンの後藤さんがね、うん、結構あの人文才あるからいろんなニュース書いてるんだけど、やっぱコロナ禍の話を書いてた時に、うんうん、やっぱそのここで売れると売れたいと思って続けてそのお金のために音楽を続けてるやつはみんなやめていくと、うん、なぜなら音楽じゃなくてもお金稼げるから、うん、でも音楽やらないと死んじゃうやつはずっと続けていくっていう話をしてて、あここがやっぱ分かれ目なのかなって、うん、だそのコロナがほらいろんなねものを加速させたっていう話をしてるけど、うん、やっぱミュージシャンっていうところとかも含めるとやっぱりパラダイムシフトという意味ではその続けるやめるをその取捨選択をより早めに選択をさせてくれたことでもあるのかななんていう、うん、なるほど、ね、絶滅とか生物の絶滅とかじゃないですけど、うん、そういう自然の大きな力によって人間がやっぱりまた選択させられた感は強いですね。いや強いよね、はい、強い本当にそう。なんかもういろんなライブハウスさ潰れちゃったりもするけど、うん、でもねやっぱね続けるところに復活すんのよ、うん、天窓さんなんかいい例でね、うん、1回みんなに惜しまれて閉めるって言ったけどね復活準備してますなんつってツイッター見たらみんなでバーってなったもんね、うん、そうそういうことなんです。なのでもうねこれから頑張って続けていくというね、はい、そう本当それはねちょっとやってほしいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあねちょっとねこれ最後にちょっとあずりのね、うん、宣伝もあるのでちょっとこのフリップちょっと持ってもらっていいかしら。はい、はい、こちらと、はい、こちらと、はい、いかな。はい、ということで、あずりの方ではですね番組応援の会というのを募集しております、うん、会費1万円でもうスタジオ見学とかいろんなところもできますし、あと次元君が持ってもらってるこのアズパンのねあのツイッターの方であのいろんな番組の方の、まあ、質問とか受け付けてますのでぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、ありがとう、ということでねちょっとねまずその、まあ、ワンマンというね、うん、嬉しいワードも飛び出しましたけれども、はいはい、ね、やっぱりそのアルバムのねセカンドフルアルバムの方も、はい、やっぱり今までね今の話を聞いてると、まあ、最初に僕はね光あれからもずっと知ってるんで、うんうん、そのずっと続けてきたテーマがやっぱ光あれで、はい、言ったのが希望論で羨望とか、はい、まあ、自分己の希望、これがまあ、Yours であなたのになって、はい、でアンサートークでさらに引っ張るぞっていう、そう、はい、その答えを導くぞみたいなのがあって、うん、でかつ今度はその配信の方で愛とか恋愛とかも行きの、うん、そして何になるのか、何でしょうね。確かにこれはですねちょっとファンとしては非常に興味深いよねやっぱそう変身で歌われていた通り、うん、今ね今もってイオラ社員変身中です。変身中で変身中なんですよ。いや僕ね本当いろんなバンド追っかけてますけど、はい、こんなに変わったのはないかなないかな、まあ、ジャンクボックス、うん、そうジャンクボックスロックバンドのね本当真骨頂なんじゃないかね、はい、うん、なのでこれからもちょっとねイオラ社員の変化というものはね、はい、もうすぐそばで
見させていただこうかと。ありがとうございます。はい、はい、思っております。あと1分しかないってさ、何かこう語るのある？あと1分しかないけども。あと1時間ぐらい時間が欲しいです。いいよね。なんかね、そう音楽性の話とかもね、はい、いろいろ深掘りをしたかったな。この曲調こういうリズムになってるのはなんでかなとかね。またじゃあぜひ出たいです、ね。そうだね。はい、あのねこの番組自体は、うん、あの。まあ、イエサレの番組なので続けていきますんで、うん、はい、あのまたちょっと呼ばせていただきます、はい、ぜひ番組の応援も、応援もよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、はい、今回のゲストヨロシャインさんでした。ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。